それこそ表参道ヒルズ行きますお買い物だったり、なんか買わなかったとしてもウィンドウショッピングっていう形で、表参道という街がすごい好きなので、こういらっしゃる方々もおしゃれな方が多かったりとか、こう最先端な場所だなと思うので、ふらっといろんなとこ回って、そうですね、なんか雑貨見たりお洋服見たり、最後お花屋さん寄って帰るとか、うん、そういう感じです。うん、表参道ヒルズに自分のポスターが貼られるっていうのはちょっと感慨深いですね、はい、いや嬉しいですね。なんかあの渋谷にもこうグリコさんのモニターで CM 流れてるじゃないですか。私すごいあの10代の頃に初めて東京に来た時に、母とハチ公前でなんかあそこに出られたらいいのにねって言ってたんですよなんかあそこに出れたらなんかこう芸能人だよねって言ってて今本当になんかいろんな方から、あのスクランブルのとこですっごいまゆちゃん見るよとか言ってもらえるので、まあ、一つ夢が叶ってる中、またまさか想像してなかった表参道ヒルズに、はい、こんな素敵な、すごく今までのこう広告とは違った、ちょっとビューティー寄りな、そしてこうパピコとビューティーってい こうちょっとした異色な組み合わせなんですけど、なんかそれがすごく素敵に先ほど撮っていただいたので、うん、3日間っていうすごい貴重な3日間なんですけど、うん、私も行けたらいいなとは、はい、思います。意外だった瞬間というよりかは、意外ですねってやっぱり言われるこうイメージとちょっと違うのか多分なんだろう、ちょっとおじさんっぽいんですかね、確か、うん、なんかちょっと結構しょっぱいものが好きだったり、もちろんパピコはあの好きなんですけど、しょっぱいものを食べた後に食べるっていう形で、すごい口の中をマイルドにしてもらえるものなんですけど、結構うーん塩辛系とかジャンキーなものがすごい好きなので、あまり生野菜を食べないっていうところに結構意外性を持たれます。最近サプリをおすすめされてますもう野菜食べないからサプリを取った方がいいんじゃないかっていう。お風呂上がりの上がってすぐはやっぱりスキンケアは大事だと思うんで、私はその冷やしてあるパックをつけることにすごいハマっているので、パックをしてたら口を開けられるのでとりあえずお風呂上がりは冷蔵庫に行ってパックを取り出してつけてパピコみたいな流れがいいですね。でパックもだいたい15分から20分とかしてるので、その間に食べれちゃうので、まあ、一石二鳥でこう時間も短縮して、はい、肌もスキンケアしながら、いたわりながら心も乱されるみたいないいタイミングかなと思います。じゃあそのパックをつけたまま食べますかな。お洋服の部屋がお家にあるんですけど、服が好きなのでお洋服だけを置いてる部屋があるんですけど、やっぱりなかなかこう引っ越したりとかしてから全然整理整頓ができてないんですよ。もう引っ越してそのままなんかまだ段ボールが置いてある状態で、なんかこう、うん、お部屋の中の整理整頓ができてない部分があるので、もうずっと言ってるんですけど、そろそろやらないとまた違うとこに引っ越すことになって結局やんないんだろうなと思うので一旦段ボールを捨てますっていうことを今年は整理整頓ちゃんとしたいですね。断捨離、はい、できて、はい、気分よく1年を迎えられて
終えられたらいいなと思います。片付けは好きで、リビングは綺麗なんですけど、お洋服の部屋だけはもう物が多すぎて、でこうありがたいことにこうプレゼントでいただいたりとかして、こうどんどんこう増えてきてってなると、ちょっとそうですね、物が捨てられないのかもしれないです。結構これも使うかもしれないからとか取っといちゃうタイプなので、全部をちゃんと保管しちゃうので捨てられないので、断捨離ですね。そうですね、私が演じる役はずっとこうピアノを昔から習ってきていて、でもこうちょっと生活とかのこう兼ね合いもあって自分の好きなことができない、生活を送っている女の子で、そんな彼女が、解離性健忘症という記憶をこう失ってしまうある彼に出会って、でそこで彼と惹かれ合い、こう自分自身はピアノしかないと思っていた人生だったんですけど、そこにこう彼と出会ったことによって、その彼だったりその人との時間だったり周りの人との思い出だったりとか、ピアノ以外にも大切なことがどんどん増えていってっていう、すごく儚いんですけれども美しいラブストーリーを、はい、この秋放送になります。ピアノも弾かれるんですか？めちゃくちゃ練習してます。はい、ピアノ一応習ってはいたのでなんとなくはこう分かってはいるんですけど、やっぱり中学生ぐらいまでで終わってたので、もう一度なんかこう先生に教えていただきながら、で今回やっぱりピアノと言っても、もともと音大に通ってた女の子 で現在はピアノの講師をしているという役なので、こうただ弾けるだけではいけない分、ちょっとこう弾きながらもこうずっとやってきたんだなっていう手元のこうお芝居を見せていかなきゃいけないので、ちょっとなかなか新しい挑戦なんですが、弾けたらすごく素敵なものになるんだなと思って毎日練習してます。